皆さん、お久しぶりです。宮崎浩平です。この度はアビスパ福岡20周年おめでとうございます。また記念の OB 戦に招待いただきましてありがとうございます。アビスパでは6年間プレーさせていただきました。多くの試合に出てすごく成長できた6年間でした。今は昨年引退しまして、徳島ヴォルティスのフロントとして頑張っています。OB 戦で久々に福岡に帰れるのですごく楽しみにしています。それでは OB 戦でお会いしましょう。